はい、FM 流進度 DJ の流進です。第3夜でございます。現地にレコードしていると朝から晩まで予定がぎっしりっていうお話をねさっきしましたけれども、本当に人の縁っていうのは不思議なもので、人と人っていうのは磁石のようにねつながっていくんですね。で、目に見えないなんか大きな力っていうのが働いてて、どうしても出会わない組み合わせもあれば、どうしても出会ってしまう組み合わせもあるんですね。それでもう今回の岩手の支援活動しようって自分の心の中で決めて、まあ同じね人間として、同じ日本人として何か自分にできることがあるならば何でもいいからしたいという気持ちで、岩手の方に飛び込んだわけです。最初は本当にね小さなきっかけだったし、まあほとんど知り合いっていうような人は出会えなかった。でもそれがその続けていくにつれて、少しずつ少しずつ現地の方と知り合いになって、そしてまあ姉がね結構なんていうかすごくねいい人っていうか、まあ、魅力のある人なんでしょうね。身内を褒めるわけではないんですけれども、まあとってもねその人から信頼されるタイプの人なんでしょうね。いろんなところからお呼びがかかりまして、現地に行くとですね、まあそれでうちの方来てくれ、うちの方来てくれっていうことで、いろいろな方から話を受けてました。で、まあそんなね状況で、夜は夜でね、うち来てくれっていうことで、いろいろなところで施術をしたり。そして夜遅くになって、ホテルに帰ってくると、またそこからね、じゃあ明日どうするとかね、そういうミーティングがだいたい2時間ぐらいはしてましたね。でそれはそれでやっぱり短い滞在時間をねどう有効に使うか、どうやってよりね支援していくかということについて話し合ったわけです。それでまあその当時で、まあ、震災から約1ヶ月経っていたわけですけれども、やはりその自宅待機している人がちょっと情報網的に、取り残されてしまっているっていうような状況がありまして、それでまあいろんなね家で支援をしたり、していたわけです。でまあその1回目と2回目の支援の違いっていうのをについてお話しするとですね、一番の違いっていうのが、個人的な支援をしたのが2回目、個人のグループで活動したっていうことが実はすごくいい方向に、物事が動いていたのかなっていうことを思ったんですね。でそれはどういうことかっていうと、その個人グループで動いていたからこそ、まあその小さな、なんていうのかな、グループの人の方に目が行き届いたっていう風な言い方でいいのかな。まあその
大きなグループで動いてるとやっぱり個人的な付き合いっていうのがねなかなかしにくいですよね。でそれがやっぱりだいぶ違ったかなっていうことを思いましたね。まあこれからも支援をね続けていきたいなと思うわけなんですけれども、ちょっとね車が今運転中なんですけど、そろそろ出口にね近づいてきましたので、そろそろちょっと一回ここで切りたいと思います。3回目の支援のお話をねちょっと続けてしないといけないので、ちょっと一回後で、間を置いて、3回目の支援のお話をしたいと思います。では失礼いたします。